ツ。はい。劇団キャッツ。劇団キャッツは青。青。インフルエンザ。はい。インフルエンザ。赤。青。そして玉吉。玉吉。白。覚えれるから緑。青です。青でいいです。いや本当ちょっと僕らちょっと練習不足あっちゃって。言い訳は言いません。ダメさせて。言い訳しません。ただ一つ言わせてください。一生懸命やりました。ちょっと年子が多すぎて僕気になって今キャラ入り込めます。いいですか。青か赤か白か緑です。大丈夫でしょうか。その4種類です。総勢132人のうちの頂点が決まります。そうだ、お待たせいたしました。俺一生懸命やった。誰が勝つ。さあ何緊張するね。緊張するぞ。さあそれでは行きましょう。審査員の方々札をお上げください。お願いします。どうだ。1、2、3、4、5、6、7。白が7ということで優勝は玉吉。嬉しいよ。これ今日は何伝えてですか。黒つばチョコキ。何伝えてですか。魚 DVD。 使わせていただきましたから。おめでとうございます。残念でした。お金皆さん編集不足がブロードウェイ予約してたの。なんでもないです。やっと感じてくれました。はい、もう大丈夫、小原さん大丈夫ですよ、もうキャラ入れんでも。グラーラ、グラーラ。青は空の色なのに。グラーラ、そうだ、空の色。だから明日がある。頑張ろうか。なんでもいい。もう最悪なの、パリ。残念でしたね。残念でしたね。ただ僕が本当は最強のね、あのセリフを言いたかっただけなんで。なるほど。素晴らしかったと思います。ありがとうございました。そしてこちら。悔しいっすわ。チーム前島に関しては1票もなかったんですよ。いやいや、ありましたよ。後ろの方に見えてましたもん。はい、悔しいな。一言言ってやれよ。エンターテインメント性をみんなで重視しよう。でもね、すごいエンターテインメント性ありますよ。でも一生残れるだけ良かったよな。今日来てるお客さん、チーム前島覚えてくれたよ。はい、ブログ始めたんですよ。チーム前島っていうコンビ。いや、一人で。やっぱね、チーム前島でピンですよ。これフューチャーさせるしかないでしょ。もともとコンビだったんですけど。あ、そうね。どうなったんだっけ、相方。相方がちょっと音信不通にね。音信不通なって。で、今水泳のインストラクターに。すごいやん。まあでも残念でしたけどね。またね、お願いしますね。ありがとうございました。さあ、このままエンディングで参りましょうか。さあ、今残ってる人、エンディング出たい人集合。